いやー、雨ってやっぱ滑るもんだな。さっきも結構ドキドキしちまったよ。でも前よりだいぶ上手くなってると思うぜ、いつき。そうか？そう言ってもらえるとなんか自信つくんだよな。お、ちょうどいいところに。やあ、また会ったね。あれから走り込みもしたし、俺の8号もだいぶパワーアップしたんだぜ。それでもしよかったらまた一緒に走ってみない？あんま無茶するなよ。わかってるって。やっぱ峠は気持ちいいぜ。それなりに雰囲気出てるよな。俺の方がリードしてるみたいだぞ、タクミ。イツキ、前見よう、前。パワースライドした。おっ、すっげえスピード。走り込んで上手くなったと思ったんだけどな。もっと練習して上手くならなきゃな。いつか匠と二人でアキナの最速コンビと呼ばれるようになったら必ずリターンマッチを申し込むよ。それじゃあまたね。え、まだバトルし足りないって？そっか、そりゃ俺だってリターンマッチしたいけど、さっき負けたばっかですぐもう一度バトルするってのもな。
代わりにこいつが相手になるよ。おい、いつき。いいじゃねえかよ、たくみ。もう何度もバトルしてるんだしさ。俺も助手席乗るから、また8号の限界走行見せてくれよ。ちょっと待て。悪いけどさ、いつき。助手席じゃなくて、後ろに乗ってくれ。え？リアシート？なんか意味あんの？それ。まあ、あると言えばあるような、ないと言えばないような。何それ。自分でもよく分かってねえな、こいつ。この車でも限界まで攻め込めば勝ち目はあるはずだ。あんまりのんびりしてるとブレーキを割る。早めに、くっそ、馬力が足りないか。走りが匠にとっちゃ普通なのかよ。そんな怖かったか。悪かったな。俺人生観変わった。俺この車すっごい好きになった。大事に乗るよ。一生懸命練習するんだ。やっぱ最高だよ俺のレディ。雨も本降りになってきたし、俺たち今日はそろそろ帰るよ。またねー。